さん、アロハ。レアレアハワイ TV ジミーです。本日はロイヤルハワイアンセンター A 館、B 館、C 館のすべての会をですね、ご紹介していきたいと思います。はい、では早速 A 館からご紹介していきたいと思います。まず A 館の1階にはですね、こちら正面にはティファニーがございます。でこのまま進んでいきまして、中の1階をご紹介していきます。はい、こちらがですね、先月の9月にリニューアルオープンした PF チャンスになります。そして、こちらはスポーツウェアのお店ですね。現在ハワイは観光客の方がだいぶ減ったので、ショッピングモールの中も以前よりは落ち着いているように思います。そしてこちらはラナイトランジットハワイです。こちらもハワイ限定の商品なども販売されていて、すごく人気なお店ですよね。そしてこちらの右手側はハワイのローカルの商品を扱っているハウスオブマナアップというお店になります。こちらもたくさんのお土産の人気な商品が販売されていて有名なお店です。はい、他にもですね、A館の1階にはこちらサングラスハット、そしてお隣がクリスタルジーンズで、後ろにはですね、ハイブランドのヘルメスやサンローランもございます。はい、それではですね、エスカレーターを上がって A 館の2階に進んでいきたいと思います。エスカレーターを上がってすぐ目の前、こちらサンローランがございます。そしてお隣はですね、2階の方にもティファニーがございます。またこちらの敷地はですね、ラウハラレッスンなどロイヤルハワイアンセンターで無料で開催されているレッスンの会場にもなっている場所です。はい、そして他にもラニビーチというお店やワイキキハーレーダビッドソン、お隣はアイランドスリッパーというお店もオープンしております。それでは A 館の3階に進んでいきたいと思います。では A 館の3階に到着しました。まずはじめにですね、こちらはキルトのお店もオープンしております。ロイヤルハワイアンキルトというお店の名前です。そしてお隣はラキというジュエリーショップもございます。でお隣はウエスタンクラシックがオープンしてます。そしてこちらはレンジャースポーツになります。そしてこちらは、ハワイのギフトやジュエリーが販売されているルコアというお店です。そしてお隣はこちらもアロハシャツやムームーのお店のロイヤルハワイアンブティックになります。
先ほどのお店の並びの向かい側にはですね、エルメスが3階まで続いてます。そしてお隣にこちらロイヤルハワイアンゴルフショップもオープンしております。はい、それではですね、このまま B 館の3階をご紹介します。まず右手側に見えているお店がツルトンタンになります。そしてこちらのお店の向かい側、左手側はレザーソウルというお店です。オープンしております。でレザーソウルのすぐ右手側が人気なティム・フォーワンというレストランです。現在はですね、ランチタイムに撮影をしているんですけれども、かなりですね静かな状態です。はい、ツルトンタンのお隣は弊社のレアレアラウンジになります。現在は休業中ですので、日本の皆様が戻った頃にはオープンできることを願っております。そしてこちらのお隣はですね、サントリー日本食屋さんになります。現在は閉まっておりまして、12月頃にリニューアルオープンされるそうです。はい、こちらはですね、道楽というお寿司屋さんのレストランになります。ではこのままですね、 B 館の2階に降りていきたいと思います。はい、こちらは B 館の2階のパイならないフードコートになります。ほとんどのお店がオープンしているような状態です。そしてオアフ島はですね、9月の13日から、レストラン内でお食事をする際、ワクチン接種済み証明または陰性証明書の提示が必要となってますので、フードコートもこのように、仕切りがございます。フードコートの向かい側にはフェラガモとハリー・ウィンストンがございます。はい、ではですね、続いては B 館の1階に降りていきたいと思います。はい、ではビーカーの1階に到着しました。奥の方にはですね、フラガモがございます。そして向かい側のこちらには ABC ストアもオープンしてます。 ABC ストアは必ず皆さんがハワイで滞在中使う場所ですよね。そして ABC ストアのお隣がホノルルクッキーカンパニーです。現在は期間限定のフレーバーでホワイトチョコレートパンプキンも販売されています。そしてお隣はこちらレスポートサックオープンしております。レスポートサックのお隣がこちらはストゥーシーになります。こちらもオープンしております。そしてこちらの奥の方にあるお店は、日本の方にもすごく人気なリン&デルーカになります。はい、そしてディアノデルーカの向かい側、こちらがアンテプリマになります。そしてお隣はキラとミッフィーのお店です。そしてお隣は神戸ジュエリーもオープンしています。はい、そしてこちらはフルラですね。こちらもオープンしております。そしてすぐこちらのお隣のお店はコイホノルルになります。
コイホノルルのすぐ向かい側がハリー・ウィンストン、そしてトリー・バーチ、ケイト・スペートがオープンしています。こちらはですね、 B 館と C 館の間の1階にあるロイヤルグローブになります。こちらのロイヤルグローブにはですね、こちらの右手側にアイランドヴィンテージが出している専門のシェイブアイスかき氷専門店がございます。こちらのロイヤルグローブは、フラダンスのショーなどを、ね、開催されていたり、クリスマスシーズンになるとクリスマスツリーが飾られる場所になりますね。センターステージのすぐ向かい側にあるのが、ゲストサービス、そして、イタリアン料理のイルルピーノレストランがございます。ではセンターステージを抜けて、このままですね、C館の1階をご紹介していきたいと思います。はい、まずはじめですね、人気なマリエカイチョコレートがございます。こちらはカカオをハワイのノースショアから作っているチョコレート屋さんです。マリエカイチョコレートの向かい側が時計屋さんになります。そしてお隣はですね、ロロピアノというお店です。そしてこちらはキルトショップですね。でお隣は水着屋さんです。今年の7月にオープンしたばかりのヴィンテージショップ、ハーバーズヴィンテージというお店です。そして向かい側にはリモワとバレンティノがオープンしています。はい、そしてこちらはフェンディですね。でフェンディのお隣はアップルストアになります。でこちらのアップルストアのお隣の右手側がシンプリーウッドスタディオになります。はい、そしてこちらは、最近オープンしたキスというアパレルのお店のデザート屋さんになります。はい、そしてお隣が、キスになります。そしてこちらはですね、最近できましたC館の1階にあるフォトブースになってます。プルメリアがかかっていて可愛いですね。はい、そしてキスのお隣がジミーチューになります。そしてこちらの向かい側には有名なチーズケーキファクトリーがオープンしています。はい、それでは C 館の2階に上がりたいと思います。はい、では C 館の2階もですね、キスが2階までございます。そしてこちらにはオアフキルトのハワイアンキルトが販売されているお店です。アロハシャツやムームーが販売されているロレハワイもオープンしています。はい、こちらはオープンエアのお席が人気なアイランドヴィンテージワインバーになります。そしてお隣はですね、アイランドヴィンテージコーヒーのカフェのお店がお隣にございます。アイランドヴィンテージはアサイーボウルやポケなど
スムージーも有名なお店ですよね。はい、では最後にシーカーの3階ご紹介していきます。はい、新館の3階には有名なウルフギャングスティーキハウスがございます。そしてですね、こちらの方にはソーシャルディスタンスを保つためにもテラス席が新しくオープンしています。はい、そして新館の奥の方にはですね、タイフードのノイタイレストランがオープンしています。はい、そしてシーカンの3階にはですね、こちらにもフードコートが実はあるんですね。こちらはワイキキフードホールになります。こちらのフードコートではカレーでしたり、あとはハワイの定番料理のアヒポケ、またガーリックシュリンプなども楽しんでいただくことができます。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。本日はロイヤルハワイアンセンター全館をご紹介しました。よろしければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。マハロー。